わきわきわっきー、森の都のカプセリスト、わっきー貝山がお送りするガチャ動画。2004年に渋谷でバイキン軍団の個展やった時の T シャツ、いや久々にですね袖を通しましたが、いやーいいっすね、後ろのカプセルに入っているバイキン軍団も良かったんじゃないですか。はい、ということで、若干日にちが経ちましたが、紺野産業のバイキン軍団消しゴムのレビューを行いたいと思います。それでは最後までご覧ください。2000年代に突如再販されましたこのバイキン軍団復刻版、バイキン軍団基本図鑑というのはね、恐怖の大王復活ということで、このイラストのミニブックですね。そして紺野産業さんといえばこの博士ですね。恐怖の大王復活ということで、まずねバイキン軍団のカラオケやってるものをですね、軸に復刻したみたいです。マイクを持っているバイキン大王ね、色も様々ありまして、これはねバイキン大王の袋なんですけど、これバイキン大王実はねもう一種類、はい、これはあの30円の、マグネットに、ね、発売されました、気候部隊編の銃とですね、あと手榴弾を持っているこの造形で復刻されたんですね。そして金東軍はマイクを持っている造形で復刻されましたね。きちんとこう吸盤もついているってのはちょっと嬉しかったですね。はい、こちらは泣き虫菌です。はい、そしてカリカリ菌です。はい、ズドンと台風菌、バイキン女王ですね。そしておなら菌もマイクを持ってますね。はい、おなら菌です。この造形かっこいいですね。人食い菌ということで、そしてバイキンに関しては2種類あるんですね。はい、まずはマイクを持っているバイキン、銃を持っているバイキンが復刻されました。バイキン銃、この造形も好きなんですよね。バイキン銃です。ベロベロ菌です。ベロベロ菌、ベロベロ菌で、これの下唇菌なんですけどね、ビールス菌って言われてますけど、ビールス菌は、こちらがビールス菌ですね。はい、マイクを持っているビールス菌。まあ、ウイルスですね。早くコロナがなくなってほしいなと思いますけども。そして、金額。これもマイク持ってますね。金額も可愛いですね。金額。うんち菌は1個だけでした。ね、うんち菌です。バイキン博士、バイキン博士ですよ。歌うは勉強菌ですね。すごいですね。右手にペン、左手にマイクという。マイクを持っています。覗き菌です。覗き菌。ねえ、このスプレーがかっこいいですよね。はい、そして下唇菌です。超レアのフルカラーと言いまして。いいですね、インパクトがあって。これ結構レアじゃないですか？マイクを持って豪遊しています。金持ち菌ですね。金持ち菌です。虫歯菌は一体伸び。虫歯菌はこちらの造形ね。まあ大体マイクを持って歌ってる造形が多いですけどもね。こちらが復刻されてます。怠け菌です。怠け菌。鼻垂れ菌ね。これも暴走族シリーズですね。バイキン軍団大集合。フルコンプ所持してます。こういう可愛らしい造形も作られてるんですね。はい、バイキン軍団シリーズのバイキッズね。このシリーズなんとフルコンプしてました。嬉しいな。下のやつこうね、ほらバイキッズのねうんち菌、これがねバイキン大王ですって。可愛らしいですよ ね。ちゃんと後ろには吸盤が、すごい、ちょっとデカめの吸盤ですね。はい、バイキッズ。はい、そして、キントン運です。これも可愛らしいですね。キントン運。こちらは、怠け菌です。怠けてる感じしますね。怠け菌。下唇菌。これは開いてないんで、そのままですかね。下唇菌です。色がいいですね。うんち菌です。うんち菌。バイ菌です。バイ菌。金だこです。金だこは未開封。金だこです。ヘドロ菌です。ヘドロ菌も未開封ですね。ヘドロ菌。
バイキンジュ。なんかやんちゃな感じでいいですね、これね。バイキンジュ。意地悪菌です。意地悪な顔してますね。意地悪菌。はい、こちらはデブ菌です。デブ菌。そしてラストがデメ菌です。デメ菌もいいですね。デメ菌。そしてこちら、ガチャキューピー。ね、これもね、バイキン軍団とね、ロボット軍団が、こんな感じでね、復刻されるわけですよ。はい、ガチャキューピーね、ご当地キューピーの最終兵器、昭和のガチャキャラで登場という、ね、結構珍しいガチャだと思います。これ、うんちきんのね、キューピーです。すごい造形。色もすごいね。これがバイキン大王ね。可愛らしいですね、バイキン大王。これ、金だこ。ね。金だこでーす。ロボット軍団のキューピー可愛いですね。はい、ロボット軍団のキューピー。この存在を知ってる人は少ないかな。そして、ラストはこちらです。復刻バイキン軍団ですけどね。突如現れたシリーズ。ダーンと。フルラインナップなんですね。びっくりです。これもびっくりですよね。見切り品になってるんだ、これ。ねえ、これバイキン消しゴムですけど。なんか木に実がなってるみたいになってますけどね。これで売り出されてたんですね。42体中、この種類しかないんですけど、まあでもね。短足菌に、デメ菌に、意地悪菌、そして、出っ歯菌に、勉強菌、口裂け菌に、こちらは菌虫、ビールス菌に、バイキン大王、そして大菌獣ね。金マンに錬金、うんち金だけね、ローラーヘッドホン族なんですよ。ね、カトンボ金、そして大食い金、バイキン博士もいますね。こちら、車金と泣き虫金、下唇金と人食い金と鼻照り金はバリがすごいです。バリがすごい、鼻照り金。バイキン獣、デブ金とヘドロ菌とベロベロ菌です。これ光るんだね、すごい。まあ日本で初めてのオリジナルのガチャガチャのキャラクターと、いうことなので、今野産業さんを中心にですね、ギャラクシーハンガーさんですかね、中心に今後もこのバイキン軍団のグッズは出続けると思いますので、出たら私もマストで買いたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、そしてガチャガチャのリクエストもお待ちしています。それではまた次回。バイバイキー。